イスラム革命防衛隊は、イランの軍隊組織の一つ。イランイスラム革命後、旧帝政への忠誠心が未だ残っていると、革命政権側から疑念を抱かれた国軍への、並行力として、革命の指導者アーヤトラー・ホメイニーの命令により、1979年4月22日に、創設された。革命防衛隊はその性格上、1989年まで、 イラン国防省ではなく革命防衛大省の統制下とされていた。同年、平坦能力の統合を図るために、国防省が改編され、新しい全軍最高司令部へと、両部隊が統合された後の現在に至るまで、国軍、放置通助維持軍とは別に独自の陸海空軍、情報部、特殊部隊、弾道ミサイル部隊等を有し、戦時には最大100万人単位で大量動員できる、 民兵部隊、バスイージも管轄している。さらに多数の系列企業を持っている。イランでは政府機関を当時語や略称ではなく一単語の通称で呼ぶ慣習があるため、広く一般大衆も含めて革命防衛隊をセパと呼ぶ。セパというのは兵士たちを意味する古風な言い方で、現代ペルシア語では軍団規模の部隊を示すのにも用いられる。 現代ペルシア語で国軍の方はアーティッシュと呼ぶのが普通である。パスデランというのはパスターの複数型で守護者といった意味である。セパの構成員はパスターと呼ばれ革命防衛隊の階級名もそれにちなんだものとなっている。イスラム革命防衛隊という名称の他にイランの政府やメディアその他の人々は革命防衛隊を指して一般的にセパ。 E ・イパスデランと呼ぶが、パスデラン、E ・イングラブや、より単純に、パスデランと呼ぶこともよくある。イラン国民、特にディアスポラのイラン人の間では、パスデランという名称を使うのは、通常、革命防衛隊への敬意を込めた言い方である。多くの外国政府や、英語圏のマスメディアは、イラニアンレボリューショナリーガーズや、より単純に、レボリューショナリーガーズという用語を使う傾向がある。 米国メディアでは、イラニアンレボリューショナリーガードコープスあるいはイスラミックレボリューショナリーガードコープスが同じ意味の用語として使われている。米国政府の標準はイスラミックレボリューショナリーガードコープスである一方、国連はイラニアンレボリューショナリーガードコープスと呼んでいる。イギリスではイラニアンレボリューショナリーガードと呼ばれる。日本では革命防衛隊または パスダランと呼ばれており、イラン・イラク戦争に関する資料やイラン近辺の事態を扱ったフィクションに使われている。1979年2月1日、ルー・ホン・ラー・ホメイニーがテヘランに帰還、イラン革命が成就した。その後、革命のために働いた主事の準軍事組織を統合して、新政府に忠誠を誓う単一の軍隊にまとめることと、 革命以前皇帝に忠誠を誓っていた従来の国軍は革命に抵抗する可能性があると当初考えられたため国軍の影響力と戦力に対抗できるものとして機能させることを目的としてホメーニーが5月5日が発した政令によりバーザルガーン暫定政権の下で革命防衛隊が設立された新政権の発足当初から革命防衛隊は革命体制に 忠実な軍隊として機能した。革命後制定されたイスラム共和国憲法は、国軍にイランの独立と領土保全の責任を与える一方、革命防衛隊には、革命とその成果を守護する責任を与えるとした。当初、革命防衛隊の任務は、名前通り革命を防衛し、イスラムのシャリアと道徳の日々の執行において、支配者たるイスラム法学者を援助することとされ、 法学者に直属する組織として計画された。革命防衛隊を設立した理由はもう一つあった。そもそもイランにおける革命政権というものは旧政権の堕落した部隊を借りるよりはむしろ独自の武力を必要とするとされた。革命政権発足当初に設置された革命機関の一つとして革命防衛隊は革命を合法的なものとすることを援助し、 新政権の基盤となる武力を提供したとされた。さらに、革命防衛隊の設立は、ホメーニー氏が独自の武力組織を迅速に作り上げていることを、大衆や国軍に知らしめる意義があった。12人の議員からなる革命会議は3万人の隊員を指揮し、革命防衛隊総司令官には、アーヤトラー・ラフティ、その参謀長には、ハーシェミー・ラフサンジャーニーとゴラアムアリー・アフローズが、 任命された。こうして革命防衛隊は政治面を担った復興改革運動とともにイランに新しい秩序をもたらした。この始まりから革命防衛隊は次第に勢力を拡大していった。やがてその役目柄警察との管轄争いになっていく。また戦場では国軍と戦火を争うまでにもなった。 イラミイラク戦争中の1986年には、隊員数は35万人にまで膨れ上がり、海空軍組織をも獲得し、国軍と並立した軍事組織として整えられた。イラミイラク戦争時の革命防衛隊の人海戦術攻撃はあまり知られていない。1982年にイラクのバスラ近郊で行われたラマダン作戦と呼ばれる 双方を合わせて8万人が戦死し20万人が戦勝したこの戦闘では欧米諸国の軍事援助を受けたイラクの近代兵器の前に銃を手にした12から80歳までの戦闘訓練をほとんど受けたことのない民兵たちを中心とする10万人の隊員が徒歩でイラクへの地雷腹を越えて進み化学兵器の攻撃を受けながら何の戦闘式も 受けないまま突撃を行った末に次々と倒れ、結果約4万5千人が捕虜となった。革命防衛隊は国軍とは独立して運営されているが、そのイラン防衛における重要な役割や権限を鑑みて軍事力とみなされることが多い。革命防衛隊は陸軍、海軍、空軍を備えており、国軍の構造と相似型をなしている。しかしながら、 革命防衛隊のみが持つ機能として戦略ミサイルロケット部隊がある。逆に言うと陸軍、海軍、空軍は近代武力に欠かせないミサイルロケット部隊がないなど近代武力として矛盾している。1997年以降革命防衛隊総司令官であったヤフヤー、ラヒーム・サファビーは2007年8月に解任され2007年9月1日に モハンマド・アリー・ジャーファリーに引き継がれた。サファビーの解任によって、イランにおける権力構造は保守派が優位になった。国際報道における分析では、サファビーの解任は、イランの国防戦略の変化の兆候とみなされたが、革命防衛隊の一般政策は、総司令官が個人的に決めるものでもない。二0 1九年四月十一日には、ジャーファリーの公認として、 ホセインサラミが最高指導者、アリー・ハーメネイにより任命された。イスラム革命防衛隊の主な役割は国家安全保障にあり、法執行機関として国内の治安維持と国境警備を担当している。また、弾道ミサイル部隊も保有している。革命防衛隊の作戦は従来型の戦闘ではなく、非対称型の戦闘方法に主眼を置いている。それには、 密輸やホルムズ海峡の掌握と抵抗作戦が含まれる。公的には国軍とは異なったやり方で作戦を進めることでより正当的な作戦方法を取る国軍とは補完的な関係にあるとされる。革命防衛隊はイラン憲法第150条の下で正式なイランの軍事組織として認められている。イランの軍事組織において革命防衛隊は 国軍とは別の組織として並立している。特に、ペルシア湾の海上では、核施設に対する攻撃に対するイラン側の対応は、すべて革命防衛隊が管轄すると考えられている。革命防衛隊は、その参加に、独自の陸軍、海軍、空軍、情報機関、特殊部隊を要する統合軍であり、さらに、バスイージという民兵部隊も指揮下に置いている。 軍事演習に参加した革命防衛隊の海軍コマンド部隊装備については不明な部分が多いが保有を伝えられる兵器はイスラム革命前に親密な関係だったアメリカや欧州諸国製、反米に転じた革命後に関係を深めた旧ソ連ロシア製、中華人民共和国製、北朝鮮製、国産が混在している数個機構師団と十数個不評師団。 いくつかの独立旅団。一つの独立空挺旅団。消火器は、H&KG3 のライセンス生産品と、不法コピー、中華人民共和国製の56式自動や槍を含む AK-47、CQ311 を主に使用。ヘサシャヘッド 285SRBM1 から2個、旅団、MRBM2 個旅団程度などを保有していると、見られる。 シャハーブ1と2で12から18機の発射機、シャハーブ3用の発射機6機を保有していると思われる。これらの弾道ミサイルを、先制攻撃や反撃から守る、地下基地を各地に建設している。2017年6月7日に、首都テヘランで発生したテロ事件への報復として、革命防衛隊は6月18日、シリア北東部デリゾール県にある、テロリストの拠点に、 弾道ミサイル6発を撃ち込んだ。攻撃はイラン西部のケルマンシャー州とクルディスタン州から移動式発射台で行われた。新型ミサイルゾルファガールとギアームが投入された。ゾルファガールなどによるシリア領内のイスラム教スンニハーブ総組織への弾道ミサイル攻撃は2018年10月1日にも行われた。ゴドス軍の活動を区域国外での特殊作戦のために イラン・イラク戦争中に特殊部隊、ゴドス軍と表記されることが多いを創設した。兵力は5000人から1万5000人と推定されている。司令官はガーセム・ソレーマーニー将軍。これは非伝統的戦闘の役目を持つ特殊部隊で世界中の様々な軍事組織に支援や訓練や提供していることが知られている。任務は イランが支援する各国のイスラム教師や派系、武装組織に対する軍事訓練や、活動の調整、敵国に対する破壊工作、国外のイラン反体制派の違法殺害である。元 CIA 工作員のロバートベアによれば、ゴドス軍の構成員は通信防受を警戒して、電話などの通信機器ではなく、電令を使って互いに更新しているとされる。西側の情報によれば、 1979年から1996年に70人以上の反体制活動家が暗殺された。著名なテロ行為の中には、元イラン首相、シャープール・バフティアールと、クルディスタン民主党指導者、サーディフ・シャラーフ・キンディの暗殺がある。また、日本でも無関係でなく、1988年に出版された、サルマン・ラシュディの小説、悪魔の歌に対し、 ホメーニーがラシュディと出版に関わった者への死刑を宣告するファトワーを発した際、同省翻訳した筑波大学助教授のガラシはじめが、1991年に大学の校内で何者かにより殺害される事件が発生した。未解決のまま控訴事項となったもの、の、ゴドス軍による犯行であるとする説が提示されている。コドス軍が最初に関与したと疑われているテロ活動は、 1983年にレバノンの首都ベールートで起きたアメリカ海兵隊宿舎爆破事件である。また、1994年にアルゼンチンのブエノスアイレスにあるユダヤ文化センター爆破テロや、1996年にサウジアラビアのフバルで起きたアメリカ兵19人が死亡したフバルタワー爆破事件もゴドス軍の犯行もしくは支援があったと言われている。 2007年に発表されたアメリカ戦略国際問題研究所の報告書によれば各国にあるイラン大使館にはゴドス軍のための特別かつ極秘の部門が設置されており大使館職員との接触が禁止されているというまた駐在大使もゴドス軍がどういう活動をしているのか把握していないとされるイラク戦争ではイラク国内の反米勢力を支援した 2011年7月には、イラク中流アメリカ軍のブキャナン報道官が、イラクで活動するシーアハブ装組織、カタイブヒズブラーによる攻撃が、ゴドス軍が支援によって増加していると語った。2007年2月のインタビューで、当時のジョージ・ W ・ブッシュ大統領もゴドス軍が、イラク国内のテロ組織に、移動を供給したと主張していた。また、アルカイダとの関係も指摘されている。 2001年に始まったアメリカ軍主導のアフガニスタン空爆以降、イランに逃亡したウサーマビン・ラーディンの息子、サードと、アフガンから逃亡してきた複数のアルカイダ幹部と接触していたとされる。この際、サードが同組織ナンバー2にあたるアイマンザワー・ヒリーとゴドス、軍との間の交渉を仲介したとされる。また、西側情報当局とアフガニスタン情報機関によれば、 ターリバーン指導部が国際治安支援部隊との戦闘に備えるため支援を求めてゴドス軍幹部と接触したと主張している。イラン政府は革命防衛隊がアサド政権の支援のためシリア内戦に介入していることを認めておりゴドス軍も派兵されているとの報道もある。シリアとイラクにまたがって活動するアイスセルに対してイラク側でのシーア派民兵の作戦にも関与している。 イラク政府のアバディ首相は、スレーマニシとの協力は秘密でも何でもないと、語っている。2015年10月7日には、シリア国内で活動中だったホセインハメダニゴドス軍、副司令官兼シリア派兵イラン軍司令官が、アイスセルからの攻撃を受け戦死している。どちらかといえば、伝統的な革命防衛隊の役割のために参加に、属する組織として、バスイージ軍があり、 これは必要な時には100万人の兵力に及ぶ潜在力を持ったネットワークである。イラン・イラク戦争時、兵員不足に悩まされたイランは、イスラム革命防衛隊の参加で、大量の義勇兵を前線に送り込んだ。同戦争における彼らの活躍を目にして、イラン指導部は民兵部隊を制度化し、バスイージを創設することに決めた。バスイージは、軍事部隊と、 宗教宣伝部隊に2分される。軍事部隊は地域的特徴で編成され、350から420人ずつの800個までの大隊を含む。大隊は志願性により12歳から60歳までの男性で編成される。婦人大隊も存在し、彼女らは出版社、啓蒙及び事前施設の重要ポストを占め、宗教宣伝部隊を構成している。 毎年11月26日、バスイージの総合軍事演習がイラン全土で行われている。この日、約150万人の参加者中から、軍事訓練、身体的発達、クルアーン及びホメーニーの教えの知識における数千人の優秀者が選抜され、バスイージのエリートに編入される。彼らは、教育センターで新しい民兵を教育し、マスコミで働き、 外交施設団の構成下で国外に派遣され、外交団と民間勤務の緊急補充員となる。シリアラ乱でアサド政権を支援するイランギ遊兵の長母、派遣もバスイージが担当している。普段は市民として暮らすバスイージ隊員は体制批判を監視する秘密警察としての側面も持つ。こうした情報提供者を含めると500万人規模という報道もある。 またその強力な組織力、動員力ゆえに、イランの選挙で保守派の表現ともなっている。バスイージは、国内外の脅威に対する防衛に参加できるものとされているが、2008年までには、それが選挙の際の投票人の動員にも使われ、そのような活動の間に改ざんまで行ったとする主張も、ある。ホメイニ氏は、国家の軍事力は非政治的であるべきと主張していた。しかしながら、 イラン憲法第150条において革命防衛隊は革命とその成果の守護者であると定義しており、これは少なくとも部分的には政治的な意味合いを持つ任務である。従って、褒めイニ氏の元々の見方はこれまでも論争の対象となってきた。バスイージの支持者たちは政治家を論じていた一方、改革派、恩憲派、及び破産ホメイにはそれに反対した。 ラフサンジャニ大統領は、革命防衛隊の政治的な役割を抑えるため、軍事専門に特化して、思想的な急進性は捨てるよう強制したが、改革派が最高指導者、アリー・ハメネイシュを脅かした際には、革命防衛隊は、当然に、ハメネイシュ側についた。革命防衛隊は、アフマディネジャド大統領の下で強化され、2009年初め頃には、 民兵部隊は水位時の正式な指揮権を委譲された。革命防衛隊は特定の政党への支持や連携を明言していないが、イスラム依来建設者同盟、アライアンス・オブ・ビルダーズ・オブ・イスラミック・イラン、またはアボット・グレンが革命防衛隊の政治的なフロント組織であると広く見なされている。この政党には近年革命防衛隊出身者が多く参加しており、 革命防衛隊が資金援助を与えているとする報告もある。イランのエディート集団として革命防衛隊の構成員たちはイラン政界に影響力を持っている。アフマディネジャド大統領は1985年に革命防衛隊に入隊し、イラクのクルディスタンでの軍事作戦に出征した後、前線を離れて兵坦業務を担当した経歴を持つ。 アフマディネジャド政権の閣僚たちの大部分が革命防衛隊の福音軍人であった。また、2004年のイラン議会議員の3分の1近くが PSDRN であった。他にも、大使、市長、知事、高級官僚に任命された者も,もいる。しかしながら、革命防衛隊の福音軍人であるという身分が単一の意見を意味するというものでもない。 革命防衛隊の商業的活動への関与は、当初は福音軍人や退役将校たちの非公式な社会的ネットワークを通じて始まった。バニー・サドル政権崩壊後、イランから逃れた多くの亡命者たちの資産を革命防衛隊の関係が没収した。それが今では巨大な複合企業となり、イランのミサイル部隊や核計画を支配するだけでなく、 ほぼすべての経済分野に進出した数十億ドル規模の大財閥となっている。この財閥は、従属企業や、新宅の連鎖を通じて、イラン経済のおよそ1割から3分の1を支配していると見積もられている。ロサンゼルスタイムズは、革命防衛隊は数百以上の企業とつながりを持ち、そのビジネスや建設業などでの年間収入は120億ドルで、あると見積もっている。 革命防衛隊は、イランの石油、ガス、石油化学産業や、主要インフラ計画などで、数十億ドルの契約を与えられている。米国は次に挙げる、営利団体を名指しして、これらは、革命防衛隊やそのリーダーたちによって支配されて、いるとしている。2009年9月、イラン政府はイラン電信電話公社の株式の51%を、革命防衛隊と、 親密なモービン信託財団に総額78億ドルで売却した。これはテヘラン証券取引所史上最高額の取引であった。革命防衛隊は自動車のボマングループの45%を保有しており、また傾あるアンビアを通じてイラン造船大手ソットラの多数墓部主でもある。また、重要な聖職者が支配する非政府の公益財団であるボニーリにも 革命防衛隊は影響力を及ぼしている。革命的財団のパターンは、シャアの時代の非合法の経済ネットワークのスタイルを模したものとなっている。それらの発展は1990年代に始まり、次の10年で加速して、アフマディネジャ同性喧嘩で有利な随意契約を多く獲得して、さらに加速した。革命防衛隊は非公式ではあるが、 実効性のある影響力を次のような組織にも及ぼしているワシントン近東政策研究所のメディコロッチは革命防衛隊は現在の政治構造における背骨でありイラン経済の主要プレイヤーであると論じているイランは革命当初の新生国家からビルマのような平営国家に変化したそこでは軍が社会的文化的政治的経済的生活を支配し 外敵から国を守るというよりは、むしろ国内の敵から政府を守るようになる。米国の外交問題評議会のグレック・ブルーノとジェイ・シュリー・バジョリアも同意して、革命防衛隊はその任務を大きく超えて拡大しており、今やイランの権力構造に根深く浸透した、社会力、軍事力、政治力、経済力の複合体となっていると述べている。革命防衛隊の政治への関与は、 イラン議会の290議席中の16%以上を革命防衛隊が勝ち取った2004年以降、それまでにないほどに成長した。2008年3月の選挙中、革命防衛隊出身者が290議席中の182議席を獲得し、アフマディネジャドの権力強化に寄与した。 アフマディネジャドー政権の閣僚の半分は革命防衛隊の退役将校で、それ以外にも革命防衛隊出身者がいくらか知事に任命された。アメリカンエンタープライズインスティチュートのありアルファネは革命防衛隊の退役将校が入閣すること自体は初めてのことではなかったが、アフマディネジャドー政権においては、それが閣僚中21名のうちの9名を占めたという人数の点で、 かつてない多さであったと論じている。さらに、アフマディネジャドは、ラフサンジャニーやハタミ支持者たちを知事職から追放し、そこに、革命防衛隊出身者だけでなく、バスイージやイスラム共和国監獄管理庁出身者を、赴任した。革命防衛隊のトップモハンマドアリー、ジャーファリー将軍は、革命防衛隊は、イスラム共和国に対する国内の脅威に対応するため、 組織改革を進めると発表した。ブルッキングス研究所のシニアフェローで、元 CIA 分析官のブルース・リーデルは、そもそも革命防衛隊は反乱の脅威から政府を守るために作られたものだと論じている。混乱した2009年の大統領選以降、革命防衛隊がどれほど強いのかについての論争が再燃した。ダニエル・プリットカとアリア・アルウファネは、 イラン政府が後戻りできないほど軍事化されたと見る。スタンフォード大学のイラン研究のトップであるアッパースミラーには、革命防衛隊の力は、実際には最高指導者ハメネイ師の力をも、凌駕していると考えている。ランド研究所非常勤シニアフェローのフレデリック・ウェイリーは、革命防衛隊は単一の意思のもとに団結した、保守主義者たちによる一枚岩の組織ではなく、 むしろ派閥化された組織であり、使える主人を打倒することは、まずないと考えている。米国財務省は、イスラム革命防衛隊の支援を受けたことのある、いくつかのテロ組織として、ヒズボラ、ハマス、パレスチナのイスラーム聖戦線、パレスチナ解放人民戦戦争司令部、タリバンなどを挙げている。米国財務省の報告書では、テロ組織に支援を与えたとして、いずれも、 革命防衛隊の高級将校であるフーシャン・アリダド、ホセイン・ミューサビ、ハサン・モウテザビ、マハミド・レザ・ザ・ヘジの4人を名指ししている。フーシャン・アリダドは、革命防衛隊の主権将校で、キズボラ、ハマス、ピッチなどのテロ組織への財政支援を個人的に管理していたと指摘されている。ホセイン・ミューサビ将軍とハサン・モウテバージー大佐は、タリバンに対する財政的、 物的支援を与えたと米国は主張している。革命防衛隊のレバノン地区司令官、マハミドレザ・ザヘジは、イランからヒズボラへの支援において、重要な役割を果たしたと米国は主張している。米国財務省によると、ザヘジはヒズボラ及び、シリア情報機関との間の連絡商工の役割を果たしたほか、ヒズボラが関わった武器取引にも関与したとされる。米国財務省の報告書では、 さらに続けて、革命防衛隊がテロ組織を支援する手法の詳細も述べている。それによると、イラン政府は、その外交目標を達するために、イスラム革命防衛隊や、同隊に属するゴドス軍も使っている。情報活動の隠蔽や、テロ組織、反乱組織への支援などを提供するための、表面上は合法的な活動を行っている。これらの活動には、 イラク、アフガニスタン、レバノンに対する経済的投資、再建、その他の形での支援も含まれ、革命防衛隊及びイラン政府のために活動する、あるいはこれらを代表する、あるいはこれらが所有するか支配する会社や組織によって実施されている。2007年8月、ブッシュ政権が革命防衛隊をテロ組織に指定するか検討中とワシントンポストが報じた。 同年10月25日、米政府は革命防衛隊のアルクッズ部隊をテロ支援組織に指定した。この指定を受けると、自動的にアメリカは2001年9月23日制定の大統領令13,224号に基づきテロあるいはテロリストへの資金提供に関わったとされる個人及び組織に対する海外取引の全面凍結措置が実施された。 2018年10月16日にはアメリカ合衆国財務省がバスイージとその系列企業を経済制裁の対象に指定した少年兵をシリア内戦に送り込んでいることなどを理由に挙げている2019年3月にもドナルド・トランプ政権がテロ組織指定を検討中と報じられ同年4月8日に革命防衛隊のテロ組織指定が発表された トランプ大統領は革命防衛隊とビジネス取引をテロへの融資とみなす旨を声明した。これに対してイランも中東を担当するアメリカ中央軍をテロ組織と指定した。2020年1月3日にはトランプ大統領の指示を受けた米軍による攻撃でイラクを訪れていた革命防衛隊のガーセム・ソレーマーニー司令官が殺害された。ありがとうございます。